今やもう黄金時代を迎えておりまして、夏の暑さに負けない赤い県で大いに盛り上がっております。今日は千葉県の鎌ケ谷にやってまいりました。鎌ケ谷市民体育館からの放送であります。実況アナウンサーの塩野でございます。よろしくお願いいたします。さて放送席お客様をご紹介してまいりましょう。まず解説はデイリースポーツ運動部の宮本久夫記者でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。暑いですね。本当にね、はい、もう今真夏真っ盛りですね。しかしまあ夏休みに入ってね、ちっちゃいあのお子さんもねたくさん見えてますんで、いい試合を期待したいですね。はい、はい、さて今日のお客様は本当に豪華でございましてね、まず三原純子さんでございます。ようこそ。よろしくお願いします。それからもう一方ビート清さんでございます。どうも。さて、ビーチさん、はい、相棒のね、たけしさんはボクシングやってましたでしょ。4回戦ボーイでね、はい、結構やるんですよ。ねえ、きよしさんは、いや、僕はですね、はい、僕はもう柔道ですね。柔道、抑え込みが得意ですからね。なるほど。もうね、なんかガチガチ、相棒がガチガチ言うと抑え込みで抑えちゃいますからそっちの抑え込みですか。はい、はい、一つ今日はよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。はい、それから三原純子さんはね、はい、ドラマの輝きタイムでね、はい、なかなか気の強いね、女子プロレスラーを演じてね大好評だったんですけども、はい、三原さん自身も何ですか、昔は女子プロレスラーになってみたいななんて思われたこともあるんですって。本当に、テストを受けようと思ったんですけれども。あらあら、そうでしたか。なぜかこっちへ来ちゃいました。いやいや、女子プロレス界としてはもうこれは大きな損失だったですね受けていただきたかったんですけども、場外乱闘なんかありましたらね、女子プロレスラーとして助けてじゃあお願いしますよ、ね、助けてください、ね、はい、よろしくお願いします。僕はあばらを折ってますから。はい、さてもう一人ご紹介いたします。この番組のレポーターでございます、小早川正明さん。はい、この鎌ケ谷市民体育館の方は昭和56年の12月に落成しています。この鎌ケ谷あたりは非常においしい梨の取れるところでございまして、香水あるいは長寿郎といったおいしい梨、あと半月ぐらいもしたら口に入れるかもしれません。それからまた今日はこの近くで盆踊り大会なんかも行われていまして、ひょっとして試合が終わりましたら踊って帰るお客さんもいるかも分かりませんが、そういえば塩野さんも昔この近くの高根木戸というところに住んでいましたね。はい、お返しします。どうぞ。はい、おいしいね、梨なんかずいぶん食べたもんでございます。今日は一つ懐かしい土地からですね、全日本女子プロレス熱戦の模様を手に汗握ってお伝えすることにしましょう。今黄金時代を迎えようとしております。爆発的なブームの全日本女子プロレス、今日は千葉県の鎌ケ谷市にやってまいりました。鎌ケ谷市民体育館、満員のお客様を集めまして、今舘野則雄選手がゆっくりとリング上に上がってきたところであります。今日舘野則雄選手が対戦いたしますのは世界のジャガー横田。ジャガーのテーマが会場いっぱいに鳴り響いております。 TWA 世界シングルチャンピオン、ジャガー横田、小さな偉大なチャンピオンと言われております。ジャガー横田、今花道を通ってゆっくりとリングに向かうところであります。相変わらず精悍な顔、鋭い目。今ジャガーが貫禄十分にリング上に登場。大変に新町三人一本勝負を行います。赤コーナー水田屋世界シングルチャンピオン130パンドジャガー横田。今日もまた鎌ケ谷市民会館のお客様であります。一つ TWA 世界シングルチャンピオンの真骨頂を十分に披露してもらいたいもんです。ポスト耳萩原と言われております、舘野則雄選手、今日は大変な相手であります。しかもシングルマッチ30分一本勝負、最近成長目覚ましいと言われております舘野則雄でありますが、今日果たして世界のジャガー横田相手にどういった試合を展開いたしますか。ご覧ください、このジャガー横田の鋭い目つき。まあとにかくね、新人に対してもあるいはベテランに対しても、ひとたびリング上に登場いたしますと情け容赦は全くありません。ジャガー横田、さあ先制攻撃はどちらから仕掛けていきますか。あーっと舘野が行きました。ビート清さん、はい、このジャガー横田が、まあ、現在ね、3AA の頂点に立っている選手でしてね、すごいですね。とにかく動きをご覧ください。あーっと、しかし今日は舘野よくやってます。
晴らしい試合を展開しております。ちょっとあのジャガーがねあれっていうような今表情をね見せてましたね。はい、カニバサミにしましたね。はいはいはい、身をつく動きですからね。そうですよね。さあ低い体勢ボストンクラブに行きました。ジャガー横田今度は髪の毛を持った投げ飛ばしております。まあ、相手はチャンピオンですからね、もうあの本当にもう自分の全てを出し尽くすぐらいにですね、はい、あのアタックしてほしいですよ ね。宮原純子さんはこのジャガー横田という選手ですけどもね、はい、どういったふうなあの印象を持っていますか。やっぱり世界一強い、選手ですからね。まあとにかく体は小さいんですけどもね、本当に気性も強い、それからテクニックはやはり素晴らしいですよね。はい、大好きです。あ、そうですか、はい、このね、ジャガーさんとは僕前対戦したことあるんですよ。何何テレビで。本当ですか。テレビであばらひびが入ったのはこの人ですからね。そうですか、あともう古い話ですけども、はいはいはい、赤木真理子さんなんかもやりました。この子がね、ジャガーさんが新人の頃だと思うんですよ。やってるんですか。やってね、フジテレビの挑戦シリーズでやりましたですけどね。なるほど。もうしっちゃかめっちゃかやりましたですよ。そりゃしかし大変な選手であの清志さんやっちゃったわけ。ねえ、やっぱりあの頃から強かったですもんね。いや、しかしあの清志さんの胸を借りて強くなったのかもわかりませんよ。いや、とんでもないですよ。それはね、とんでもない話ですけども、まあしかしジャガー横田選手ね、本当にあのよくまあこれだけの体で、しかもあの頂点に立ってですね、現在チャンピオンベルトもずっと維持し続けてるわけでしょ、宮本さん。そうですね。このあたりが素晴らしいですよね。はい、塩野さん、はいはい、そのジャガー横田選手ですか。25日に23歳の誕生日を迎えました。あ、そうでしたね。24日の夜と言いますとね、はい、関西シリーズが終わって、はい、東京へ帰るために選手全員ね、東名高速あのバスで移動していたんですよ。なるほどなるほど。そしてあの夜の12時になって25日を迎えるという時にですね、はい、もうほとんどの選手寝ていたんですよね、はいはい、起きろーっと本人が声をかけましてね、うんうん、全員に祝ってもらったそうですよ。そうですか、はい、ね、寝てちゃいけませんよね。とにかく今 3AA の女子プロレスで最も強いジャガー横田選手でやります。23歳ですか。しかしまああの一時ね二十歳を過ぎるともう女子プロレスではね、ちょっと塔が立つと言いますか、そういった見られ方をする時代があったんですけども、やはりあの格闘技の世界ですから25、6から30肉体的にも精神的にも充実してまた一皮むけたといいますか、新しいあの格闘技ができるようになるんじゃありませんか。そうですね、まあまあ、男子と違いましてね、女子の場合はあの確かに年齢の壁っていうのが非常に大きなものだと思うんですけどね。動きが早いしね、はいはい、まあ、ルイも27で引退しましたよ ね、 そうでしたね、はいはい、だから、まあ、ジャガーも今年が8年ですよね、もう、はい、だからあの、まあ、レスリング生活8年というとかなりやっぱり、うん、あの体を痛めつけていることも事実でしょうけども、はいはい、まあ、今は本当ジャガーは動きから見ても全部総合点から見てやっぱり今が全盛期だと思うんですよ ね、 いいですよね。だからこれをいつまでこのピークの状態を維持できるか、はい、まあ、僕はあと2年ぐらいは大丈夫だと思うんですけどね。あ、そうですか。2年でも25ですから ね、 ね、だからそのピークの状態であって、それからまあ若干は下がるのは仕方がないと思うんですよね、はいはい、まあ、はいはい、はい、そしてですね、今日の体重を聞いてねちょっとびっくりしたんですよ、はい、まあ、あの最近になく珍しくですね、63キロ、63、肩の方をよく見ますとね、一回りも二回りもね大きくなってるんですね。そういえばあの上半身のね、はい、厚みが出てるでしょ、厚みが出てますね、はい、ああそうですか。じゃあ本当にあの、まあ、どちらかというとね、いつもウエイトが欲しいと言っておりますジャガー横田だけにですね、今日は63キロ、うん、しかしあのジャンピングニーパッド相変わらず立野のりお選手ね、最近マスターいたしましたが 3AA の世界チャンピオン相手にですね、本当にケレンミナこれを仕掛けております。大したもんです。まあジャガー横田選手がですね、いつまでね、元気にやってくれるか、このあたりが私たち、プロレスファンにとりましても大きな、見どころの一つになってまいりました。立野のりお選手はまだ若いんですけども、私はもう30までどうしても現役でいたいんだということをはっきり公言してましてね、そのためにもあまり若いうちにねチャンピオンベルトなんかいらないんですって。この人はゆっくり20歳を過ぎて25ぐらいからねだんだん狙っていくんですって、そういうね可愛い夢を私に話してましたからね。立野のりお選手というのはあの清さん、はい、なかなかあの可愛いでしょ。そうですね、ずいぶん小柄でね、こう見てると随分体つきが違うんですけどね。栃木県の出身なんですけどもね、とにかくあの大してレスリングが上手くなかったんですけども粘っこいんですよ、ギブアップしないんですよね。
根性がある、でいつの間にかね、あのジュニアのチャンピオンベルトを取ってたりね、今度は一旦取るとなかなかそれをねもう手放さないと言いますかね、なるほど、粘り強くずっと防衛し続けたりね、面白いタイプの選手なんですよ。まあ、あの三原さんなんかとは、タイプが違うと思うんですけども、この舘野紀夫選手、三原さんからご覧になっていかがですか。可愛らしいんでね、ひょっとしてこう弱いんじゃないかなと思ってたんですけども、でもリング上がると全然変わっちゃいますし ね、はい、全然でもプロレスやるような感じじゃないじゃないですか。そうなんです ね、 ね、 ね、うん、洋服なんか着てるとねプロレスラーって感じしないですよね。そうそうそう、分かりませんよ ね、 ね、ところがなかなかしぶとい選手でしてね、とにかくあの今日もジャガー横田選手ね、ちょっとあの手こずってるようなところもありましてね、ジャガー横田の攻撃を受けてもなかなかあのギブアップなんかいたしません。この辺りが舘野紀夫選手のね真骨頂であります。ジャガーさんの目を見ると本当にジャガーって感じしますね。すごいでしょう、ヒョウの目ですよね、はい、あ、場外に持っていきましたジャガー横田、場外乱闘になった、お客様の中に叩きつけております。舘野紀夫選手、いやこれはもうどうしようもありません。何か場外にね持っていかれますと、やはり貫禄の差というんでしょうか。三本さん、なかなかあのジャガー選手を舘野紀夫選手が場外戦でねやっつけるというわけできませんよね。まあちょっとやっぱり、はい、突っ込んじゃうんでしょうね、場外ではやや押され気味といった感じの舘野紀夫選手、まあ、無理もありません。一つリングの中に入って最近マスターいたしましたいくつかの技をですね 3AA のチャンピオンにぶつけてもらいたいものであります。さあ今入ってまいりましたキック、じゃあジャガー横田コーナーに持っていって、さあどうするか、舘野いった、あ、今のがあのジャンピングラリアートというか高いところからのラリアート、しかしスルリとかわしましたがジャガー横田バックを取った、バックドロップを持っていった、これは決まるか、あっとカウント2、なんとか我慢いたしました、耐えております。さあ舘野の量、しかし相当後頭部が痛い、ヒップアタックカウンターになって入っております。さあジャガーフィニッシュの体勢に持っていった、これはこのまま決まるぞ、どうか、カウントと今パンチで一発ね、かわしましたね。そうですね、いや素晴らしいですね、普通だったらあそこで決まっております。さあ人間風車行きました、ジャガーがね簡単には決まらないということで、今度はトップロープに上がった、縦の危ないぞ、どうか、キック、高いところが角度があった、これは完全に決まったかどうかと逃れました縦の伸びを、あーっと拍手が沸き起こっております。鎌ヶ谷市民体育館、見事なもんだ見事なもんだ、今度はあっと万事固め、しかしこれも逃れました。最近本当に成長目覚ましい舘野紀夫、よく頑張っている。さあ舘野が反撃だ、しかしかわされました、何か完全に相手を見失ってしまいました。今度はこのまま一回エビ固め、決まった、やはりね舘野必死に猛戦に努めましたが及びませんでした。次から次に技を繰り出しました 3AA 世界チャンピオン、しかし健闘を伝えております。ジャガー横田今よくやっね、そうですね、珍しく相手の手を取ってね健闘を称えました。千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷市民体育館からお送りしております全日本女子プロレス、今長友花子選手が決意を胸に詰めまして入場してまいりました。長友にとりましては初のタイトル挑戦であります。長友花子今青コーナーに登場、今日長友花子が挑戦いたしますのは全日本選手権でありますチャンピオン山崎一の入場です。最近目覚ましい充実ぶりを見せております山崎一樹、今しっかりとチャンピオンベルトを抱えて花道を通っております山崎一樹、落ち着いた表情で今リング上に上がりました。今宇治家リングアナウンサーから紹介がありました、フジテレビから両選手並びにレフリーに対しまして綺麗な花束が贈られております。全日本選手権試合、すでに上田晋司コミッショナーがリング上に登場しております。次にしてチャンピオンベルトの返還でございます。
ミスター核に対しまして、今チャンピオンの山崎樹からチャンピオンベルトが返還されております。まあ、山崎樹はですね、これが初めての防衛戦ということになりますし、長友佳菜子選手は初のタイトル挑戦ということになりますね。そうですね、はい、まあ、両選手ともに、まあ、若干やっぱりプレッシャーと必要か、そうですね、の、ね、はい、リングでしょうね、今日は。これからコミッショナー宣言であります。紹介主催の全日本選手権試合として認定いたします。昭和59年4月16日全日本女子相撲協会コミッショナー、さて、コミッショナー宣言が終わりました。これより選手が紹介されます。ただいまより全日本選手権試合3分1本勝、数多くの名選手がかつてこの関門をくぐって大きく飛躍しております。まずチャンピオンの紹介、初めてのタイトル防衛戦を迎えた山崎樹。今最も乗りに乗っているチャンピオンであります。赤根挑戦者135冠道長友佳菜子、北海道の両親に今日の精一杯の挑戦をぜひ見てもらいたいと言っておりました長友佳菜子選手。まあ、長友佳菜子選手は中野恵子あるいは小倉由美、こういった人たちと同期生でありまして、その中では新人時代から最も注目を集めていた選手の一人であります。しかし、まあ実際にプロテストに合格して、プロのキャリアをだんだん積んできますと、なんとなくですね、この長友佳菜子選手が一番現在のところ苦しい状況下に置かれているというんでしょうか。そうですね、一つの壁にぶち当たってますよね、はい、伸び悩んでますよね、はい、だから、まあ、今回、まあ、最初の初挑戦ということでね、まあ、これをきっかけにしてやはり、これから弾みにしてほしいですよね。そうですね、はい、今日も試合開始前、小倉由美選手といろんな作戦をしっかり引き返して練っておりました長友佳菜子であります。さあ、果たして山崎樹にどういった試合を見せてくれますか。しかし今長友にとってはこの山崎樹っていうのはちょっと大きすぎるというかね。そうですね、やはりまあ、レベル的に言ってもですね、まあ、山崎の優位はもう動かないでしょうけどもね、はい、まあ、山崎もですね、まあ、全日本のいわゆる立野との決定戦ですね、2月に行われましたけれども、まあ、その時は両者リングアウトということになりましてね、まあ、特別裁定といいますか、まあ、判定勝ちという形でチャンピオンになったわけですよね、はいはい、だから今回はやっぱりいわゆるフォール勝ちで、本当の王者の勝利ということをね、うん、見せてほしいですよね。そうですね、さあ攻めておりますのが山崎樹であります。さあ、ロープに振りました山崎、どうするか、テールボーで行きました。さて、レポーターの小早川さんね、はい、今日この一戦を前に一つ小早川さんからのレポートをお願いいたします。はい、わかりました。それでは挑戦者からいきます、はい、長友佳菜子選手はですね、毎朝8時から走り込み、そして縄跳びと、はい、もう体作りに専念してきました。はーはー。そして体重の方なんですがね、はい、一番重かったのが60キロ、うん、今日は絞りまして55キロです。あ、そうですか、はい、チャンピオンの山崎はですね、はい、今日のウエイトが60キロ、60キロ、はい、初防衛戦が非常に待ち遠しかった、はい、後輩だからといって遠慮は絶対にしないと、うん、というふうに語っていました。あ、そうですか。長友が一時60キロまで行ったっていうのは、しかしある意味ではですね、明るいというかいいことじゃないんですか。そうですね、絞り込んで55キロ、はいはいはい、その長友佳菜子選手であります。腕を持っております。右腕に対しまして攻撃を加えております長友佳菜子。宮田さん、このチャンピオンの山崎樹ですけどもね、どういうふうにご覧になりますか。早いんですよね、動きがね、すごく。なるほど、いや、小柄の方ですかね。どうですかね、やはりね、なかなか最近はやはりできてきたんじゃないんですか、体もね。なんでこんなに早く動けるのかと思って、はい、早い動きも早いし、それからなかなか力もつけてきましたよね、将来は本当に全日本女子プロレスを背負って立つ一人として大いに注目を集めております山崎樹選手であります。ああ、この長友佳菜子選手は今みたいなね、速い動きが身上であります。これがまあ出るかどうかというところなんですけども、今一つ壁に打ち当たっております。苦しい長友佳菜子選手、しかしこのチャンピオンベルト挑戦はいい刺激になったことでしょう。
どうですかね、宮原純子さんがもし本当にプロレスラーになったら、この長友佳菜子選手みたいなタイプなんですかね、体つきは。そうですね、全然太れないんですよ。ああ太りたいんですけれども、ねえ、だからそういうのがマイナスになったと思いますね。はい、まあ今日は一応ね、60キロから55キロに絞り込んだという長友佳菜子選手であります。キック、足を飛ばしました山崎樹。何かやるちょっと貫禄が違うという感じです。さあ髪の毛をつかまれながら、なんとか攻撃攻勢に移りました長友佳菜子であります。まあとにかく新人プロテストを受ける頃、イサンギ飛びとかいろんなのやらなくちゃいけない基本技があるんですけども、それをやらせたら、まあ、この人ほど上手いというか、さっさとこの人いましたんでしたよね。そうですね、やはりさすがにハンドボールの選手だったんですよね。そうなんです、ハンドボールじゃ北海道でもなかなか鳴らした選手だったらしいですよ、はい、国体なんかにも、ね、出場したチームの一員でしたからね、はい、そういう基礎的な、ね、運動能力はあるんですからね、やはり素材としては伸びる余地がいっぱいある ね、そうですよね、素質を持ってるわけですからね、はい、ですから何か一つ壁を突き破っていけばですね、この人大きく開花する本当に期待っていうのはありますよね。そうですよね、レスラーどんな人でもそうでしょうけどね、はい、いわゆるこう伸びるきっかけっていうのがね、どんな選手でもありますよね、やっぱり、はい、でも僕こう感じるんですけどね、はい、ずいぶん可愛い子が多いですね。あ、それはもう女子プロレス、ね、ずっとそうですよ。猪狩さんとかね、昔なんか悪い人がいましたか。そうですね、小畑千代さんなんか見ると、ね、はい、気持ち悪いですけど、ね、可愛いですよね。今は本当にね、別にその顔の審査があるわけじゃありませんですけども、今みんな若い人たちセンスが良くなったんでしょうかね。そうね、スタイルもいいし、ね、はい、スタイルもいいし、ですから綺麗に見えますよね。そうですよね、はい、だって三原純子さんみたいな人がかつて本当にオーディションを受けようと思ったんですよ。三原さんはもう絶対ねチャンピオンですよね、なってさあ最初はね、なんとかぶつかっていったんですけども、ようやくこの辺りからやはりチャンピオンのペースになってまいりました。強烈に叩きつけまして、思わず一度一礼を上げました。この試合は30分一本勝負、全日本選手権試合であります。千葉の浜ヶ谷市民体育館、先ほど小早川リポーターからも報告がありましたが、この体育館は昭和56年の12月にできております。昭和57年からいろんな試合が行われておりますが、今放送席にやってまいりました。さあ強烈にやった、あーっと、いやーこれはこれはチャンピオンがですね、なんか長友佳菜子選手をね気合いを込めて放送席の机の上に叩きつけました。宮野さん、はい、ね、宮野さんは悠然としてましたが、なんか清さんがびっくりして逃げちゃったですねいやーびっくりしましたね今ね。さあやはりちょうど放送席前、リングサイドには若い選手が詰めかけまして、じっとこの長友佳菜子選手の挑戦ぶりを見守っております。立野もいますしね、それから中野恵子選手もいますし、加藤選手もいます、あるいは長織選手、こういった若い選手たちがですね、じっと長友を見つめております。さあ長友どうか、あ今キック攻撃、これは鮮やかに決まった、威圧に来ました。さあこのキックが長友佳菜子選手の18番であります。4発いった、5、6発いかなくちゃダメだと思いますけども、今ここでちょっとかわしました山崎樹。さあボディースラムではあります、このまま抑えに行きましたが、これは無理でしょう。まあ今ちょっとですね、連続してドロップキックを見せましたが、長友佳菜子選手やはり18番なんでしょうね。えハートが続きませんでした。ここまで長友佳菜子選手の挑戦ぶりですけども、宮本さんどうご覧になりますか。そうですね、まあ今ドロップキック4回行きましたけどね、はいはい、なんて言いますかね、やっぱり攻撃にこうリズム感あるなとこがないんですよね。今もまあグラウンドで攻めてますけどね、はいはい、なんとなくちょっとちぐはぐな感じがしますよね。うそうですか、はい、さあ来いという長友、また行きました。なるほど、ドロップキック行きたかったんですけどもね、やはり山崎も分かってますんでね、一回受けたらそのまま立ち上がりませんよね。そうですね、この辺りがやはり何かチグハグになるんですね、すぐに出ないから、まあ動きが止まってしまうのもありますよね、はいはい、
まだ早いという声がお客様から飛んでおります。この辺りなかなかよく見ている感じですね。さあ鎌ヶ谷市民体育館、満員のお客様を前にいたしまして、全日本選手権試合30分一本勝負、これが挑戦者長友佳菜子選手。さあロープに振りました、どうか、あーっとご覧ください、ああいったキック攻撃は十分に計算済みといった山崎樹であります。落ち着いてます、よく相手を見ております。さあ今度どうか、なるほど、2倍のキックでお返してあります。そしてどうか、あーっと後ろに落としました、池下恵美が見せましたね、バックドロップ、そして今度はトップロープに上がった。さあ山崎樹どうするか、高いところからキックを受けると体験だ、受けられるか、このままいった、あーちょっとやり受けられませんでした。今度は向こう側青いロープですね、さあまた受けるかどうか、ってやりキックを食ってしまいました、強烈、角度のあるキックを食った、さあホーンの体勢だ、逃れられません、3つ入ってしまいました長友、山崎樹監督の勝利であります。やはり長友佳菜子選手としましては扱った全日本選手権のチャンピオンベルト、しかし山崎樹をやはり長友佳菜子選手ね、十分には攻めきれませんでしたが、今日のこの経験を一つね、貴重な経験にしてもらいたいものであります。山崎樹に完に挑戦いたしました長友佳菜子、チャンピオンベルトを奪うことはできませんでした。やはり力の差というのがなんとなくまだまだですね。そうですよね、あの最後ドロップキックからね、はい、バックフリップ、それからまあトップロープから、そうでした、そうでした、バックブリーカー組の、ね、ラリアートで、はい、あとはもうミサイルキックですからね、もうちょっと反撃の余裕がなかったですからね、強烈無理だったですね。全日本選手権試合においてチャンピオンベルトもね、またお腹に巻きましてね、目も潤んでいる感じの山崎樹選手であります。去年の苦しい1年から今年は大きな飛躍の年にしたいと言っておりました山崎樹、全日本のチャンピオンベルトを取り、今またそのタイトル防衛に成功いたしまして、大きなステップの今第一歩を踏み出したわけであります。入場してまいります。まずデビル正美であります。今日のセミファイナルでありますが、大型選手同士の対決であります。デビル正美と大森ゆかり、一足早く今デビル正美青コーナーから登場です。最近はこういった着物風のガウンをまとっておりますデビル正美、何かこういった姿を見てますと着物もなんとなく似合いそうなデビル正美であります。さあ音楽が変わりました。3WA タッグチャンピオン大森ゆかり選手であります。夏に燃える大森ゆかり、どうして北海道出身の大森が夏に強いのか、この辺りを聞いてみますと、北海道の人たちは短い夏を燃焼し尽くす、そういった気持ちで送るそうであります。したがって夏にはいつも以上にファイトを出すと言っております。大森ゆかりです。セミファイナル信号マッチ3分一本勝負を行います。長コーナー、水谷へ、水谷へ、チャンピオン120パンド、大森ゆかり。3WA 世界タッグチャンピオンの大森ゆかり、今日はシングル戦であります。若いテクニック、ご注目ください。チャンピオン150パンド、デビル。解散してひとたび我が道を行くデビル正美。さてこのシングル30分一本勝負を宮本さん、大森デビルということで、なかなか迫力十分の試合が期待できそうですね。そうですね、はい、両方とも体も大きいですからね、大森ゆかり、そしてデビル正美選手、今試合前の注意をミスターカクから受けているところであります。さあこれから試合が始まります。満員の熊谷市民体育館、
さあ今ゴールがなりました。いきなりおっとパンチ攻撃手があります。お互いにパンチの応酬になりました。さあ大型選手のパンチの応酬だ。何かボクシングを見ているような試合になった。大森ゆかりが先制だ。まず大森ゆかりが先手を取ります。ロープに振ってどうするか。あ上から行きました。ボディアタックに行っておりますのが大森ゆかりであります。さあ今度はデビルが反撃。デビルあっとステップオーバーするか。早くもデビルの反撃。足を固めた。あっと弓矢固めに行きました。なかなか迫力があります。今日の30分一本勝負。清さん、はい、デビル正美選手ね、昔殺すは悪役、今そうなんですよ。今はね、一応そのデビル軍団を解散しましてね、もう一人になっちゃったんですね。ですからもう子分一切なし。私はもう私の道を行くと。一匹狼ですか。一匹狼なんですよ。すごいですね。体つきがさっきと全然違いますね。はいはい。まあかつては悪の限りを尽くしてましてね、本当にあのリング上に登場するだけでね、何かあのヤジが飛んできたんですけども、最近はですねヤジの代わりにテープが飛ぶというね、ファンが増えてきました。はい。一方大森ゆかり選手、これまた怪力では決してデビルに手を取りません。いかにもあの、力がありそうと、そういった感じの大森ゆかり選手でやります。さあ汗っかきの選手とかね、ほとんどあの夏場でも汗をかかないとかいろいろいるんですけども、やはり十分に鍛え込んでいる選手たちであります。まあ、顔にちょっと汗が出たりしますけども、まだあの背中の方にはですねほとんど光る程度でありまして、汗は流れておりません。館内はねもう優に30度を超えようかという暑さであります。デビルと大森ゆかり、力の入った一戦が展開されております。今日はなかなかこういった力技がねたくさん見られますね。そうですね、この2人ですからね、はい、さあ買い上げた強烈なボディースラムであります。何かまっすぐ上に買い上げました。今の強烈なボディースラム、お客様の拍手を要請いたしました。デビル正美素敵であります。さあもう一発いった、叩きつけました。カウントが入る。いやー清さん、はい、今あのちょうど放送席の前だったんですけども、迫力ありますでしょう。すごいですよね。見てて力入りますね。はい、強烈なブレンバスターが2発炸裂しております。体重も相当あるんでしょうね、これぐらいになるとね。大変ですよ、70キロ台じゃありませんか。ね、そうですね、僕より重いですか。77、78ぐらい、はい、よいしょ。とにかく150キロぐらいがねお互いにぶつかり合っているわけであります。さあ今度は逆を取りました。あ大森の何かあの応援団がね相当詰めかけているようであります。放送席の右横、さあロープに飛ばしました。大森どうするか。あの技はですね受ける方のあのデビルとしてはやはり一応内臓打つわけですか。そうなんでしょうね。受け身は取ってるんですけどね、やはりあの自分の全体重がドーンとかかりますからね、かなりやっぱりあのダメージでしょうね。なるほどね。ちょうどあのボディスラムをやられてる逆になるんですよね。あそうですか。宮原さんね、はい、まあ大型選手同士の本当に迫力十分の対決になってるんですけども、すごいですね。宮原さんはあの例えば女子のプロレスの試合としてはどういったタイプのあの試合というのが好きなんですか。素早い動きの空中殺法なんかたくさん入ったジャガー横田みたいな試合がいいんですか、それともこういったあの動きは少なくてもこう力が入るというかこういった試合の方が見てて楽しいんですか、いかがですか。そうですね、もう勝手な好みとしては、やっぱりあの動きの速いとか、ね、いいなと思いますけれども、でもいやこういう試合見ててもやっぱりすごいなと思いますよ。これはこれ何にまた力入りますね、これ見てると疲れますね。疲れます。自分で力がぐっと入っちゃいますね。緊急中継してますとね本当に肩が取れます、終わった後 ね、 そうですね、はい、ほとんど派手な動きはありません。まああのブレンバスター2発デビル正美が出しましたが、その後はこうしたですね本当に力比べであります。しかしまた大森ゆかり接っ込んでます。まあ、目に見えない細かいところでやはり有効な攻撃がねあるわけです。さあデビルどうなんですか、こういったあのグランドの攻防ではやはりデビルの方がちょっと一枚ぐらい上手なんですか。そうでしょうね、あのグランドの方ではやっぱり一応ペース取ってるんじゃないですか。そうでしょうね、はい、ですから、まあ、あのデビルをやっつけるためには大森としては何かあの力技でも
大技で。そうですね、止めなくちゃいけませんか。盛んにこういったね、デビル正美選手のね、吐きつけるような技が今日は出ております。リング上です。まあ、大森もパワーありますからね、まあ、今はデビルの方の貫禄にちょっと押されている、はいはい、様子見られますね。どちらかというとデビルペースですよね、はい、まだなんとなくデビルポエスで試合が進められておりまして、またエプロンに持っていく、また鉄柱攻撃、今度はよけた、足を飛ばした、ギャンブリーデベルが今反撃を振って決めようと思ったんですけども、これはかわされました。なるほど、こういったのが大森ゆかりとしては狙い目だったわけですね。そうですね、今、はい、非常にいい狙いだったんですけどね。いい狙いだったですね。今フライングボディアタックを食っていればちょっとデビルマサミ答えたでしょう。あっと、またどうか、これはフロントバスターだったんですけども、うまく避けた。さあ今度は大森の反撃であります。抱え上げております。大森どうするか、ロープにかけるか、あるいは2段ロープに上がってそのまま後ろに持っていきますかね。はい、さあこれは重いですからね。どうか、このままいった、これは効いた、これは強烈であります。大森行く、ホールの体勢、カウントが2まで入る。デビルが懸命にブリッジでこらえました。まあ、地味なグラウンドの攻防からようやく迫力満点の攻防に移ってまいりました。こうじゃなくちゃいけません。今度はデビルが行く、後ろを取った、バックを取った、バックドロップ、いった、お返しであります。デビルまさみ強烈なバックドロップ入っています。カウントが入った、2です、2です。いや、力が入ります。デビルまさみ、大森ゆかり、大きな息をつきました。デビル、さあ今度はどうか、パイロドライバーか、パイロドライバーか、危ないぞ、パイロドライバーに1回いった、パイロドライバー炸裂しました。大森これは大ピンチになった。カウントが2、3つ入った。デビルまさみ必殺パイルドライバー、やりました。いやー、それにいたしましても本当にすごかった。力と力、気持ちに格闘できました。大森ゆかり、デビルまさみ、最後は大森、デビルまさみの必殺パイルドライバーに敗れました。顔を折っております。貫禄を見せましたね、久々に。そうですね、まあ、大森選手もですね、はい、二段ロープからのブロックバスターね、一番切り札にしている技を見せたんですけどね、はいはい、出したんですけどね、はい、あそこで抑えられなかったのがやはり範囲でしょうね。あ、そうですか、はい、いや、それにいたしましてもデビルと大森本当に力の管理よく戦いました。今デビルの組は大森の健闘をねぎらっております。千葉県の鎌ヶ谷市民体育館から熱戦また熱戦、全日本女子プロレス熱闘の模様をお伝えしております。さあ、満員のお客様、今通路を登っております。選手が入場してまいります。花道を通ってあっと出てまいりました。クラッシュギャルズ長代俊太選手であります。そして長代俊太選手の後ろからはライオネス・アスカ、今日はライオネス・アスカ選手のお母さんも会場に姿を見せております。クラッシュギャルズが入ってまいりました。そしてクラッシュギャルズの後ろからは誰が入ってまいりますか。小倉由美選手であります。すでにファンが花束を手にいたしましてリング上、さあこれからが体験であります。昭和56年に新装なりましたこの熊谷市民体育館でありますが、なんとも異様な雰囲気であります。ご覧ください。ダンプ松本クレンユー、情け無用、ご意見無用、早くお客様に何かやりと答えております。さあ、大変なことになりました。そしてこのダンプ・フレンドコンビを組みますのがベーラン会であります。今日はマネージャーも姿を現しております。そしてなんと阿部志郎レスリーが早くもリング上登場であります。さあ、なんとも異様な雰囲気です。あの雰囲気一変いたしました。清さん、はい、今失礼なことをしてましたね。びっくりしましたよ、本当にもうね、どうしようもありません。十分に警戒してください。
さあ鎖を持って今リング上登場でありますが、阿部翔レフリーも入っております。謎のまたマネージャーが姿を現しました。一時ねどこへ行ったんだろうと思ったんですけども、謎のね今日はマネージャーも姿を見せております。リングサイド、いや宮本さん、はい、お客様もよく知ってましてね、レフリーが阿部さんじゃ大変だと、レフリー交代という声が飛んでますね。そうですね、私あの一時あの消息を絶ってましたね、はいはい、あの覆面のマネージャーがまた出てきましたね。もうこれが出てくるとね本当に心配です。果たしてどういった試合になりますか。60分3本勝負。もう一度選手をご紹介いたしますが、ダイオネスアスカ、長与千草、クラッシュギャルズに対して小倉由美、今日は6人タッグでやります。そしてダンプ松本、クレインユーとレイラに回、3人3人6人タッグ。塩野さん、はい、今花束を送ったね、お嬢さんたちが真っ青ですね、はい、そうでしょう、ね、いやこれはねあのせっかく花束を送ってくださるねファンですから、大切に扱ってもらいたいものであります。もうね異様な雰囲気、リング上レイラニカイもですね相当やる気十分の人ですから、今日はこのダンプクレーンとコンビを組むからには相当悪どいこともやるでしょう。やはりあのマネージャーとそれから阿部志郎レフリーに対する拒否権といいますか、何とかしてくれという抗議なんでしょう、これね。そうでしょうね、はい、まあ、久々にあの極悪同盟もですね、はいはい、マネージャーとあの阿部志郎レフリーが合体したわけですよね。そうですよね、はい、本当はあの無理ですね今日の試合は、はい、何か試合がもう始まっているような感じでしたが、今改めて現地の紹介、スケリングアナウンサーであります、チャンピオン140パンド人気最高のクラッシュギャルズと今日はコンビを組むわけであります、小倉由美選手、ジュニアチャンピオンです。最高のレコードの吹き込みを終わっております。炎のバイブルと決定いたしました。長与千草、そしてダイオネスアスカ、今人気最高ブランのようにテープが飛んでおります。浜谷市民体育館、早くも大熱狂であります。ダイオネスアスカ、長与千草、そして小倉由美、対するはフレンニューです。場内がシーンと静まり返ります。テープは一本も飛びません。次にダンプ松本紹介されました。これまたテープなし、場内は静まり返るばかり。最後にハワイが生んだ偉大なチャンピオン、レイラニカイ、日本にやってまいります、日本のマットにやってまいります。外人女子レスラーでは一番強いと言われておりますレイラニカイ、今日は凶悪コンビとがっちりと力を合わせるわけでありまして、果たしてどういうことになるか。阿部志郎レフリーが今試合前、どうもこれ試合がなかなか始まりそうにもありません。やはりあのマネージャーがリング内に入ってますけども、この辺りをまずあの阿部志郎レフリーとしては注意しなくちゃね。そうですよね、はい、やはりあのマネージャーはもうあの降りないといけませんよね。そうなんですよ、まさかやるわけじゃありませんからね。今日は3人3人6人タッグ、60分3本勝負であります。とにかくあの、クレンユー、そしてダンプ松本が登場いたしますと、試合開始までにねいろんな揉み事が起こります。今度はライオネスアスカが抗議です。さあ今ゴンが鳴りました。60分3本勝負、ヤマオールも始まります。今始まった、さあいきなり3人攻撃になってまいりました。やっと小倉弓が捕まった。当然この小倉弓が今日は標的になる。おっとレイラニカイが足を飛ばした。いや体がもう半分であります、小倉弓とレイラニカイ。さあクラッシュギャルズ、どうこの小倉弓をカバーいたしますか。この辺りが今日の大きな見どころの一つであります。しかし小倉弓が捕まった。今日は小倉弓が本当にかわいそうな生贄という感じです。かわいい生贄小倉弓、徹底的にやられるでしょう。この辺りは十分確保しておりますが、小倉弓本当にねまともにこのままリングを降りられるかという感じであります。だいたいこういう風になるのは目に見えてましたね宮本さん。そうですね、もうあのやっぱりジュニアチャンピオンといえどもね、はい、
この相手が相手ですからね、はい、容赦ありませんもんね。あーっとタッチ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 、どうか、今バイオレスアーツが入りました。さあ、あーっとコーナーマットに叩きつけて、今またオブラユミオ、この辺りうまいですね。クレイングノータッチノータッチ、そしてレイラン海流あります。さあレイラン海がオブラユミオを捕まえた、フライングクロスチョップ、そしてキック、強烈な技々を連続しております。いやビートキヨシさん、はいはい、どうですかこの、いや驚きましたね、これ、これが女性ですよ、ね、女性が逆上するとこうなるんですかね、はいはい、怖いでしょ、恐ろしいですね本当に、もうめちゃくちゃですから、ましてこのライオネスアスカ、そして、長与千草は今人気最高、一方ダンプ松本クレイニューは人気最低でありましたね、ああ、ですからいよいよあの闘志を燃やしてくるわけですよね。いや、あの、ワルの人気としてはなかなかいいんじゃないですか。それはそうです、まあとにかく思い切ったことをね次々にやります。場内はシーンと静まり返りました。果たしてどういったことになるのか、まあ、どちらにいたしましてこの小倉由美選手、早くあのクラッシュギャルズにタッチしないことにはね大変です、ね、あーっと、あー早くも場外か、あちょっと待ってください、今ですねマネージャーが中に入ろうとしております。マネージャーが入りました、お客様が怒っている、マネージャーが入った、マネージャーがやっている、マネージャーがクラッシュギャルズに手を出しました。ご覧ください、決定的な場面であります。あるがあるのでどうもいけません、マネージャーが手を出しております。そして小倉夢はもう椅子の中に駆けつけられました。いやーレイラ2回歯をむき出しております、目をむき出し歯をむき出して、レイラ2回が今長与千草にライオネスアースが助けに行きました。6人タッグは3対3ということになってますが、5対3あるいは6対3というような試合になりました。レイラニカイが何かもうねご覧ください、この人もあのカットするタイプですからね、もうダンプ松本プレインユーの中に入ったらすっかりその気になってそうですよ、なんか乗ってますね、もう気持ちが乗ってますね、になりました、はい、あむしろあのダンプユーとあープレインユーとダンプ松本がですね飲まれている感じであります。私に任せてという感じで一人でやってますよね。そうですね、さあ長与千草今リング上に登場であります。長与をロープに振ってどうか、そう長与が行った、回転指固め、しかしこれはロープに逃れました。レイラに回であります。さあレイラに回の必殺聖剣飛び上がりました、ご覧ください。そしてライオネスにタッチ、ライオネス高いところからエルボーで行った、これはレイラに回は行った、クラッシュギャルズ絶妙のコンビネーションであります。そしてあーっと今度はストーリーであります、きれいに決まりました。さあライオネスエルボーでいった、空手技炸裂、ホールの体勢、カウントは1つ、ちょっと遅いというライオネス、いやーすごいですね。宮原純子さん、クラッシュギャルズ今大変な人気ですけどもね、はい、宮原純子さんからご覧になってクラッシュいかがですか。もういいですね。ねえ、宮田さんもあのクラッシュのファンなんでしょ。ライオネスアスカさんね、声援してください。特にあのライオネスアスカのどういったところがね、宮田さんとしてはあの聞かれるところがありますか。全部ね、熱烈なファンなんですよ。今日は一つね、もうファンになってね、はい、大いに声援してください。あーっと。しかし、ね、なんかあのまともに来ましたね、あのラリアートはね。ダンプ松本のラリアート。はい、これでも2発でしょ。奥田由美、体が小さい、大丈夫か、クレインユー、2人攻撃、いやー、息が止まる思いであります。さあ、抱え上げました。そして前に落としました。前に落とした。さあ、クレインユーが行く。どうか、また行った、体当たりであります。完全に伸びた。カウントが入った。簡単に決まった。カウント3、カウント3。いやクラッシュギャルズ手も出せません。小倉由美選手あっという間ちまつりに上げられました。ご覧ください、このダンプ松本、そしてクレンニュー、やはり小倉由美選手ではちょっと歯が立ちません。あとはどうクラッシュギャルズがカバーするかということになりますね、宮本さん。そうですね、もうやっぱりあの体でもう負けちゃいますからね。ねえ、一本は簡単に小倉由美選手血祭りに挙げられました。さあ2本目が始まります。千葉の鎌ヶ谷市民体育館、今ゴングが鳴りました。
さあ小倉由美が出ていきます。もう早くあの小倉由美としてはですね、早めにクラッシュギャラにタッチしなくちゃいけませんね、宮本さん。そうですね、このままだとあっという間ストレートいっちゃいますよ、はい、いくらジュニアチャンピオンと呼んだとはいえ小倉由美、さあしかしなんとか反撃に移りました。さあフレイユーロープに飛んだ小倉由美どうするか。やはりあのまともに当たればね、ねえ、体にはちょっと勝てないですね、はい、またコーナーに持っていかれました。今ゆっくりとレーラニカインが出てまいりました。レーラニカインもですねすっかりあの悪になりきっております。あっと思い切ってねえ、今のは何ですかあれ。さあさあコーナーです。ここであっと長与千草が出ていきました。長与千草が捨て身の攻撃でやります。しかしこれまたコーナーに捕まって、あーっとクラッシュギャルズに対しましてはご覧のように鎖攻撃、鎖攻撃であります。鎖攻撃、松本が、そしてクレンユーがついに鎖を取り出しました。そして小倉由美を制する阿部志郎、この剣が抜けております。この間に、この間に徹底的な鎖攻撃、反則攻撃、強攻撃、小倉由美が出ていっちゃいけない。小倉由美が出ていくのがいけないんですよね。あれマネージャーまでなんか飛び出しましたね。小倉由美選手をリング上でなんと立ってましたね、はい、これは許されません。ちょっと収拾つかない状態になってきましたね、はい、そして今ですねまた何か凶器を渡しましたよ。なんかハサミのようなものを持ち出しましたね。ハサミ、あーっと脳天に一発、まだライオネス扱いやられた。そして長与千草、小倉由美がやられました。凶器攻撃、いやハサミを出しました。ハサミでいった、今度は胸元一本を取っている、一本を取っているダンプ松本クレイユー、凶悪の汚名、どうしようもなくなりました。6人の選手が完全にリング下であります。はい、いますね、これは。あーっと、頭に徹底的にやられておりますクラッシュギャルズ。ご覧ください、凶器がはっきりと見えております。阿部志郎レフリー、どうこれを処置いたしますか。阿部志郎レフリー、どうするか。長須賀長与もですね、はい、もう相手は5人ですからね。そうなんですよ、どうしようもないですよね。まして今人気最高のクラッシュギャルであります。何かね、嫉妬心、そういったものもあるんでしょうか。怖いですね。さあ山崎一樹が助けに行った。しかしご覧のように覆面のね、正体覆面のマネージャーがこの山崎一樹のつかみ勝っていきました。完全にもう6対3、あカウントが続いております。カウントが続いております。まだ誰もリング上に上がっておりません。カウントが続いている、どうか、次々にカウントが続けられております。どうなるか、っとこちらではね、場外戦、まだか、今入っている14であります。さあもう15になった、これは危ないぞ。あっと長与千草、完全に死体を割っております。場外乱闘、しかも強気攻撃、長与千草完全に死体を割った。いやこれ以上この狂気を持たせてはいけません。なんで何も言わないの。そうなんですよね。さあ怒った、さあ怒った、いや宮田さんも怒ってます。こういったあの狂気攻撃は許されませんね、宮田さん。なんなんですか、あのマネージャーですよね。マネージャーもいけない。いや清さん、これですからね、もう収拾がつかないですね。いや驚きましたね、はい、もうこれはね、レスリングというよりも喧嘩になりました。憎しみをね、表面に出して、これはもうちょっとあれですね、はいはい、なんとかルールも何もなくなりましたね。ですから安倍首相レフリーもただ単にですね、はい、ああしてあのカウントを取ってるだけじゃダメですよね。そうですね、はい、さあどうかギブアップしたら大変だっと、長与千草ギブアップを取られました。バックブリーカーギブアップ、安倍志郎レフリーが取りました。ストレート、どうですかこれは。塩野さん、はい、コミッショナーから一言ある様子ですね、今のはねちょっと許されませんね。はい、怒った場内のお客様、今リングめがけましていろんなものを投げております。物だけは投げないでください、物だけは投げないでください。小早川さん、はい、どんな具合ですかコミッショナー。あのね、お話にならないんですよ、まだね、あのもうかなりも興奮してますんでね。はいはいはい、はい、コミッショナー早めに一つね、裁定を下してほしいものであります。
これは許されることではありません。まだやられてる。そうなんですよ、マネージャーが合ってますからね。今長与千種選手がですねリング上、あ、頭を切ってるんですね。それはあのハサミですもんね。はい、はい、はい、前の試合レフリーは青コーナーの勝ちを宣言しましたが、ただいま反則になりますので青コーナーの勝ちは1人です。はい、いや、安倍首相レフリーの判定に対しまして初めてコミッショナーから判定却下、したがって青コーナーの勝ちを認めないというコミッショナー判定であります。さあこの後どうなるか。さあ今度はクレーン優が起こったが、ライオネスアスカもなんかもう興奮しきっております。そうなるとどういうことになるか。レフリーを交代します。レフリー交代、コミッショナー起こった、お客様大喜び、お客様大喜び、安倍四郎レフリーが起こった、安倍レフリーが起こっている。珍しいですね、コミッショナーが、あーっと安倍四郎レフリーがコミッショナーに手を出しました。これは大変なことになりました。これは大変なことになりました。今レフリーが変えられました。レフリーが変えられました。お客様も全員立ち上がっております。熱狂コミッショナストレート勝ちを制したわけですよね、はいはいはい、それに対してあのコミッショナーがですね、あの試合はですね、まあ、狂気を持ち出したですね、松本が反則であると、はい、まあ、コミッショナーの強権発動ということで、ね、反則という裁定を覆したわけですね。なるほどなるほど、はい、それでまあ1対1の回と、それでまあ改めてこう3本目、そうするとこれが3本目決勝ラウンドになるわけですね、はい、これが決勝ラウンドね、はい、わかりました。ということで試合が始まったわけなんですけども、しかし宮田純子さん大丈夫でしたか。ごめんなさいね。大丈夫です、大丈夫ですか。清さん大丈夫。いやー驚きましたっすよ、とにかくもう放送席を吸収いたしました。さあじゃあ一本一本でこれから決勝の3本目始まったわけであります。さあライオネス危ないぞ、ああ上から行ったクレンユー、空振りであります。これは空振りだ。さあライオネス過労を押して、過労を押してかわしました。逆にクラッシュギャルズチャンスであります。さあここはチャンスだ。今クレンニューを飛ばした、政権か逆だ。塩野さん、バケツが出た、バケツ攻撃、またしてもバケツ攻撃、強攻撃、2つ出ました。小倉にやられました。いや今度はハサミに変わりましてバケツであります。もうとどまるところを知りません。エスカレートのしっぱなしであります。強攻撃、エスカレートをしております。もうこれですからね。塩野さん、はいはい、ホーム席ですが、あのこの試合の方はですね、2本目は無効ということで、これが2本目ということですね。これが2本目、これが2本目ですか。コミッショナーそうおっしゃってます。ああじゃあ反則を取ったわけじゃないんですね。じゃあ宮本さんこれが2本目ですって。あ、そうです。はいはい、わかりました。ああ後ろ、今度は鎖を出しました。いやー騒然としております。まさに騒然としております。鎌ヶ谷市民体育館であります。鎌ヶ谷市民体育館、強気攻撃、そしてまた正体不明のマネージャー、一応安倍四郎レフリーは控え室に帰りました。さあ長与千種強烈なソバット、ロープに振る、
ダンプ松本どうなるか、スパッと入った、これは高いところ入りました。さあ長与千草どうするか、今度はクレンニューがいったっと強烈なフライイングラリアート。さあどうか、これから行くか。さあおっと長与千草が行く、長与千草が行く、2人攻撃、そしてパイルドライバーであります。うまい、これはうまかった。さあカウントが入る、入った、最後は強烈、2人パイルドライバーであります。ダンプ松本完全に伸びました。いやそうしますとこれで2本目ということになって、これ一応あのタイになるわけですね、タイになるわけですね、はい、1本を返したわけであります。まあ、先ほどちょっとあの騒然としてわからなかったんですけども、あるいはあの反則を取って1本1本かと思ったんですけども、そうですね、これで改めて1本1本、はい、まあ、向こうラウンドになったわけですね、はい、先ほどの、はい、ご覧のように今選手総出もういろんなものが巻かれておりましてね、マットの上綺麗に吹かれております。さあいよいよこれから最後の1本ということになります。さあ決着がどうつくか、レーラに会が出てまいりましたが、ちょっと相手が違います。はい、長与千草とそしてダンプ松本だ。さあ改めて2人の対戦で3本目が始まりました。レフリーは阿部志郎からジミー加山に勝っております。さあ飛鳥が行く、飛鳥のジャイアンツに出ました100キロのダンプをジャイアンツイングであります。しかしさすがにこれは重かった。さあ今度は変わってクレンギュー捕まえてバックを取った、バックドロップ、強烈。さあカウントの体勢、カウントはワンであります。ようやくクラッシュギャルズがいつものコンビを発揮してまいりました。そして今小倉が2段ロープに上がってエルボーだ、エルボーで行きました。あまり深追いをしないようにしてもらいたいところ、小倉由美、あーまた捕まった、また捕まった、これじゃあいけませんね。え小倉由美頑張れ、ジュニアチャンピオンの小倉由美、しかしちょっと体が違う、相手が違う感じであります。小倉由美もなかなかあの根性というかね、負けん気が強いんですよね。そうですね、はい、がむしゃらに行ってますよね、もう、さあしかしどうでしょうか、ステップオーバーしてボットンクラブの体勢に入った、小倉由美やった。しかしまあ松本が出てまいりました。松本が出たらどうしようもない、極悪同盟、息もぴったり極悪同盟。さあ小倉由美が行く、あーっとねえカウンターです。そしてコーナーに持ってこられました。さあレイラニカイが行くか、レイラニカイと松本が何か相談していた、どうせろくな相談ではありません。さあここでアスカが出ます、アスカが出ます。さあアスカこらえるか、力がある力がある、力があります。レンバスターじゃない、人間風車、強烈な人間風車、そして今度はブレンバスターだ、ブレンバスターに行く、人間風車からブレンバスター、そして上からホーンの体勢台まで、だものすごい試合になりました。6人タッグ大荒れが予想されましたが、まさにその期待通り、いや強烈なアトミックドロップ。さあそして長与千草フラッシュの2人攻撃だ、聖剣パー決まった、これは強烈カウンターであります。さあライオネスが行った、ライオネスが行った、そのままパイロドライバーに入った、やったパイロドライバー炸裂だ、カウントが入ったが、あっとジミー加山、まあ、今のあのパイロドライバーですけどね、はい、普通はあの膝でね、あの打ちつけるんですけども、はい、そのままあのお尻をドンと行きましたね、あれはちょっと珍しい技ですね。なるほどね、はい、さあ今度は長与千草選手が今レーナリカイを押さえつけております。もう目が離せなくなりました。レーナリカイパンチで反撃だ、もう一発、あーっと殴り合いになった、殴り合いだ、チョチョップ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 、しかしまたコーナーに持っていかれました、顔面攻撃、そして投げ飛ばされましてライオネスアスカ登場であります。もう何か鉄柱を持ってますね。そうですね、はい、またもまたも鉄柱攻撃か、ああいったあの鉄棒攻撃はですね、やだやだやだ、なんとかしてもらいたいところね。え宮田純子さんも思わずやだやだという宮田さん、あーっとまた鉄棒を出しました、やだ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 、あーライオネス危ない、あーっと一発頭、ライオネス頭脳天に一発、さあ鉄棒
攻撃、今度は背中で上がります。男性松本、後の管理を尽くします。いやいやいや、今度は噛んだ、吐き噛んだ、何でも狂気にしてしまいます。ダンプ松本、ライオネスアスカがもう三段の目にあっております。やっとまたまた今ジミーカヤマが鉄柱を取り上げた。あっとっとっと、もう何かね、ファンが悲鳴に次ぐ悲鳴であります。今度は鎖、とにかくあの極悪同盟の手にはですね、何か狂気を持ってましてね。そうですね、もうあの空き缶鎖ね、もうハサミ鉄パイプでしょ、ね、バケツでしょ、はい、もうちょっとどうしようもないですね。なんとかね、はい、ちゃんとしたレスリングができないもんでしょうか。シングルマッチなんかやらせますとね、意外にあのダンプにしたってクレーンにしたってテクニックは持ってるし力があるしね、えどうしてこういった試合方法になってしまうんでしょうか。いや、徹底的にライオネスアスカ二人をもう首に巻かれてね、めちゃめちゃにやられております。そしてこちらではね、鉄柱試合になんないですね。試合になりません。あーっと、ゴングが乱打されました。今のは何ですか。あのはっきり聞いてみないと分からない、ね、はいはい、このままだと無効試合じゃないですか。赤コーナーの反則勝ち。あー、そうしますと青コーナーの反則ですね。そうですね、反則を今取ったわけですね、ジミー加山がね。いや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 、一応赤コーナーが勝ったんでしょうけども、さあこの後がちょっとまた怖くなりますね。果たして黙ってこのまま行くか、下がるかね。えこれにしてもですね、今度はですね、今の判定に対してご覧ください。いやクラッシュギャルズはご覧のようにマイクを持って抗議。これが試合か、これが試合か、クラッシュギャルズ怒っている長与千草。一方ですね、極悪同盟は今度はで勝っても嬉しくないという長与千草であります。あ、長与千草ご覧のように椅子を持っております。あっと、松本は鎖を持った。これは何とかしなくてはいけません。試合は決着がつきました、決着がつきました。もうすでに反則を取られました。青コーナー勝負はついています、勝負はついているが、その後が騒然としております。釈然としません。ゴングが打ち鳴らされます、ゴングが打ち鳴らされます。鎌ヶ谷市民体育館、もう勝負はつきましたね。えもういつもこれですからね、宮本さん、もうこれあの若い選手たちがみんなでね控室に持っていかなくちゃしょうがないんですけども、長与千草はもう泣いて抗議してますよ、はい、ねね、まあ、涙の抗議、長与千草、これでは勝負になりません。あ、今レーラーに帰って、そしてクレインユー無然とした表情で、ダンプ松本もどうやら引き上げてくれますか。あ、引き上げましたね。何かですね、場内にほっとしたね雰囲気が今、帰ってまいりました。ライオネスアスカ、長与千草、そして小倉由美、ね、しかし毎度こういった試合が続くんじゃたまったもんじゃありません。いや、まあしかしね、ちゃんとあのジミー加山が反則を取ってくれたんで、なんとかあの試合に決着がつきましたですね。はい、そうですね、はい、それでもちょっとやっぱり後味が悪いですね。はい、はい、もう後味の悪さはどうしようもありません。しかしあの宮原純子さん、はい、ね、大変な試合でした、ねえね、皆さんもあの半分泣いてますよね、はい、どうしようもないということでね、今満員のお客様に挨拶をしておりますリング上、長与千草、ライオネスアスカ、そして小倉由美であります。今日は本当にもう放送席が何人とも吸収されまして、もうマイクロフォンを捨て私も逃げたんですけどもね、最後に、まあ、あのゲストのお二人にね改めてお話を伺いますが、清志さん、はいはい、どうでした。いやね、
僕は驚きましたね、はい、こんなだと思わなかったです。そうですか、ね、テレビの画面で見てる限りはね、はいはい、さほどね暴れてもね、ここにこう来られてね、はい、いろいろやられて、この机ひっくり返しちゃったりなんかされて、めちゃくちゃですもんね。もう驚きましたね、はい、もう疲れました今日は。そうですか、まあ懲りずに一つまたいらしてください、はいはいはい、宮原さん、はい、ね、大丈夫でしたか、ね、大丈夫です。ちょっと足を打ったりね、大変だったんですけど、またね、はい、まあ、あの元に戻れば、控え室に戻ればみんないい子たちですからね、はい、宮野さんね、はい、はい、またあのいらっしゃってください、はい、ありがとうございました、ということで今日はこの辺りでお別れします。ごきげんよう、まあ、汗びっしょりの放送でございました。この番組の女子プロレスでございまして、もう各地でも大変な人気、そして熱気でございます。今日は超満員の千葉県の君津市にやってまいりました。君津市民体育館、とっても素敵な体育館にもお客様が満員の盛況です。早速熱戦の模様をお伝えいたしますが、いつものように解説はデイリースポーツ運動部の宮本久夫さんでございます。宮本さんはね、まあ、女子プロレスをご覧になるようになってね、もう2年近くだと思いますけども、はい、2年ちょっとね、どうですか女子プロレス、ズバリ一番の魅力。やっぱ一番の魅力はやっぱりあの、まあ、華麗さということもあるでしょうけどね、はいはい、やっぱりあのスピーディーなね、そういうあの技、それからもう女子プロレス独特の技がですね、はい、あの色々見られるようになってきましたからね。なるほどね。そういう意味であの、まあ、いろんな見方はあるでしょうけどね、あ技のそのつなぎスピーディーさ、はい、これは本当に素晴らしいものだと思いますね。そうですね、はい、今日はそのジャガー横田、まあ、これはですね技のスピード、それから可憐さ、縦のノリを、その二人がコンビを組んでですね、はい、大森ゆかり、そしてライオネス飛鳥と対戦しますよね。そうですね、はい、まあ、あの華麗なスピーディーの技かね、それともまあ力強いパワーの組か、はい、この両チームの激突ですよね。そうですね、早速今日もこの試合からご覧いただきます。どうぞ。大変な日と興奮に包まれております君津市民体育館であります。さあ試合はこれからジャンボコに米楽会が登場してまいります。ご覧ください、ハワイが生んだ意外なチャンピオンと言われております。これが15度目の来日、ムーラー軍団の士官大。今米楽会がゆっくりと青コーナーに上がりました。そして一方赤コーナーからは CWA100 チャンピオンチームの一員でありますジャンボ堀、大森ゆかりとコンビを組みまして、今や CWA の100チャンピオンとして大いにその実力を発揮しておりますが、今日はシングルマッチでの登場であります。さあ藤井エリングアナウンサーが選手の紹介であります。まず赤コーナーであります、体もそして技もさらに望みもでっかいというジャンボ堀。日本が大好きと言っております。しかし日本のレスラーは大嫌いです。今日はジャンボ堀レイラ2回が対戦いたします。30分一本勝負、超満員の君津市民体育館からお送りしております。まあ、それにいたしましてもジャンボ堀、本当にこのところ絶好調というんでしょうか、またあの体が一段と大きく見えますですね。そうですね、はい、あの体重自体はですね、まあ、若干スリムにはなったんですけどね、やはりあのこの人のあの勝ち切れるようなね、そういうあのパワー感じられますよね。はい、まあいろんな意味でね、いわゆるジャンボでっかいという感じがぴったりのジャンボ堀であります。充実しております。さあ30分本勝負が始まりました。
まあ、レーラーに会は最近ちょっとウエイトを落としているんですけども、この人が日本にやってきた時にはちょっと日本のレスラーじゃね、体力的に太刀打ちできないかなと、そういう気持ちがあったんですけども、本当にその後、まあ、日本の選手も多くなりました。はい、まあ、ラニカイが当初来た頃はですね、はい、日本の選手も比較的小さかったですからね。先ほどもご紹介いたしましたが、なんとも10度目の日本のマッチであります、レーラニカイ。さあ、今日はジャンボーリシングルマッチで対戦しております。レーラニカイもどちらかと言いますと、現在はレスピナ・マンタカスと組んでタッグマッチをやっておりまして、もともとタッグマッチの非常にうまい選手であります。一方、ジャンボ堀もこのところやはり大森ゆかりと組んでのタッグが非常に多くなっておりますが、今日は1対1。先ほどちょっとご紹介したんですが、ジャンボ堀としてはですね、もうどうしても、ジャガー横田が持っているやはり、CWA の真のチャンピオンベルト、これが私は欲しいんだ、こういうこと言ってますね。そうですよね、はい、やはりまあ、女王ベルトと言われている通りですね、まあ、最高峰のベルトですからね。はい、まあ、このベルトを狙っているジャンボ堀、まあ、堀とラニカイですけども、はい、まあ、堀がですね、2年前にですね、オールパシフィック、当時オールパシフィックのチャンピオンだった時にこうラニカイが一度挑戦してるんですよね。はい、まあ、塩野さんも覚えてらっしゃると思うんですが、はい、北海道でですね、挑戦した際にですね、ラニカイが大出血したことがありますよね。ありましたね。はい、椅子席に突っ込んだんですかね、やられました。だから相当にそういうことも意識してるんじゃないでしょうかね。なるほど、なるほど。いや、時は大変でしたもんね。さあ、そうしますと一つの、まあ、これは因縁試合と見てもいいのかもわかりません。そうですね、はい、それだけにレーラニカイとしては今日はね、心中作るところがあるでしょう。まあ、ラニカイもマンタガスと組みまして、堀大森のですね、はい、3W タッグに次挑戦いたしますからね、そういう意味でも今日はぜひとも、まあ、そうですか、ラニカイにすれば堀をちょっと圧倒しておきたいと思いますよね。なるほど、なるほど。まあ、一番という時は特にベルトがかかったりしますと、外人パワーというのはね、本当にもう日頃の2倍3倍の力を発揮いたします。そういった意味で今日は因縁もあります。レーラニカイ、何としても頑張ってジャンボ堀にね、ちょっとここで優位を保っておきたいところではあります。さあ、今リングから下に降りまして、ゆっくりと呼吸を整えております。あっと、阿部志郎レフェリーに対しまして、まあ、あまり面白く、思っておりません。いい気持ちを持っておりません。ジャンボ堀、ちょっとレフェリーに対してもね、牽制いたしました。さあ、手四つの体勢になりました。力比べであります。どうかと、先に攻撃を仕掛けましたのはレーラニカイであります。負けません。ご覧ください、目をむき出し、歯をむき出して攻撃してまいります、このレーラニカイ。いかにも南国ハワイが生んだチャンピオンという感じがいたします。さあ、腕を固めにいっております。腕を取っているレーラニカイ。ジャンボ堀、非常にパワフルな攻撃力を持っておりますレーラニカイでありますが、こういったグラウンドでも細かい技、小さな技になかなか切れ味鋭いものを持っております。さあ、今度は噛みつきに行きました。レーラニカイのお得意です。最初日本に来た時からもう歯をむき出して噛みつきに行っております。この辺は変わりませんですね。まあ、ラニカイなかなかみっちりとした感じで攻めてきますね。はい、今日は本当にいつもの大技よりも何かねっちりねっちりね、はい、相手に嫌がらせというんでしょうか、ダメージを与えるような攻め方を見せております。腕を攻めております。見ててやはり派手に感じるのはやはり空中殺法なんですけども、しかし実際に戦っている選手なんかに言わせますと、長いところでですね、攻められるのが一番後になって効いてくるん で、ね、これが嫌だってことになりますよね。はい、また精神的にも追い込まれるでしょうし、ね、はい、今日は何かそういった感じの攻めを見せておりますレーラニカイである。あまり派手な大きな技はこのところ出ておりません。しかしジャンボ堀をね、じっくりと攻めております。さあ、場外戦に持ち込まれました。ジャンボがやってまいりました。いきなり大きなレーラニカイが飛んでまいりました。ジャンボ堀、あーっと今マンタカスが、あーっと危ない。いや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 、すごいですね。場外乱闘に熱中しすぎますと乗車場外カットアウトになります。今コーナーを利用いたしました。膝蹴りですか、見事に決まっております。
さあ、あっと飛ばされた、どうか、今度はエルボーで行きました。場外戦のお返しという感じであります。あっと強烈なキック、胸元に入っております。さあ、ジャンボ本人の動きが止まった。レイラニカイのチャンスであります。今度はレイラニカイのチャンスだ。多く振ってどうするか。あーっと、あー、何かタイミング合わなかったような感じで逆に反撃を食らっておりますレイラニカイ。さあ、担ぎ上げて後ろに押したるところから、そうですね、前に行きましたね。この辺りの攻撃は見事、フェイント。さあ、今度はどうするか。横に落としました。どこにでも落とします、力があります。さあ、ジャンボコにトップロートに上がっているレイラニカイ、受けることができるかどうか。相当くらついていった、これはまともに炸裂いたしました。そして上からホーンの体勢だ、カウントが入る。もうかろうじて2ですね。さあ、もう一発いくか。またジャンボコリが上がった。どうするんでしょうか。もう今度は上から落ちたんですけども、かわされてしまいましたジャンボコリ。今のはもう2度目はちょっと ね、2度目はやはりね、やっぱりダメージがだいぶ少なくなってますからね、はい。さあ、バックを取った、バックドロップいった、レイラニカイであります。このまま決めるか、無理か、どうか、どうか、カウント3、どうでしょうか。カウント2で今肩が上がっていたような感じがいたします。しかしカウント3をあっさりと取ってしまいました、阿部志郎レフェリー。場内からもね、いわゆるブーイングが飛んでおります。そうですね、今のは肩上がったように思いましたね、完全に上がったと思いました、はい。ジャンボールが起こっております。これは当然だ、阿部志郎レフェリーがあっさりカウント3を入れました。なんかあの何回までなんかビクッとしてますね、儲かった儲かったというね、はい、何かにんまりとした今表情を見せました。さあ、ジャンボ掘り起こった、当然であります。カウントは2でした、カウントは2だ、起こっている。あーっと、レイラニカイも出てまいりました。あー、マイクロ攻防を振り巻いて思い切って投げ飛ばしました。ジャンボ掘り、今度は阿部志郎レフリーであります。阿部志郎レフリーも飛ばされております。レイラニカイが今左足を引きずりながらね、しかし依然として左の拳を上げて今勝利を自分で認めるようにいたしまして控え室へ。一方ジャンボコリは収まりません。ご覧ください、阿部志郎レフリーに対しましてゆっくりゆっくり、何か勝った方のね、レイラニカイがもう一つね、おかしいなという表情で控え室へ入っていきました。ておりました縦のノリを今たくましく大きく成長いたしました。まさに獲物を狙う強であります。この小さな体でとにかく 3AA の世界シングルチャンピオンを全く他人を寄せつけずずっと守り通しております。リング上華やかになってまいりました。テープが乱れ飛んでおります。ライオネスアスカ、そして 3AA の世界タッグチャンピオンであります大森ゆかり。
いやー、しかしライオネスアスカの人気は大変なもんであります。ライオネスアスカが紹介されますとリング上華やかなテープが待っておりまして、まるで歌謡ショーのステージであります。まあ、このテープをですね、片付けるのが大変なんですよ、いつもね。そうですね。はい、それにしてもですね、今日の君津市民体育館、本当に若いファンがね、たくさんついてまして、やはりこれはクラッシュギャルズということになるんでしょうね。そうでしょうね、はい、女子高校生っていうんですかね、そういうファンがだいぶ多くなりましたね。ご覧ください。また女子プロレスの雰囲気がね、各会場ガラッと変わってまいりました、はい、若いファンがたくさんついてまいりました。まあ、女子プロレスも今年30年を迎えたわけであります。いろんな歴史がありました。そしていろんなファン層から支持されております。今はもう家族ぐるみ、特にまた若いファンが増えてまいりまして、リング上一段と華やかになってまいりました。さあ試合が始まった。ジャガー横田いった。ライオネスアスカ、このジャガーの速攻の前にタジタジであります。人気最高のライオネスアスカ、しかし 3AA 世界チャンピオンのジャガー横田負けておりません。この辺りはさすがという感じで今縦の乗り尾に立っております。さあ縦の乗り尾が出てまいりまして、今ライオネスアスカがっちりと大森ゆかりにタッチいたしました。この辺りタッチワークはさすがという両コンビであります。まあ今日ね、ジャガー横田に縦の乗り尾選手とのコンビのことについてちょっと聞いたんですけども、はい、乗り尾は非常に動きが良くなったと。確かに技なんかも切れるようになったんで、タッグマッチでコンビを組んでいてもね、非常に安心できる存在だと。そうですね、実は昨日ね、はい、シングルマッチでやってるんですって、はあはあ、でシングルでやった感じでもね、縦の乗り尾は非常に強くなったということを実感としてね、ジャガー横田感じてるようですよ。そうですね、この人、まあ、1月にベルトを手放しましてね、はい、その後どうなるか注目して見てたんですけどもね、はい、かえってなんか気楽になったと言いますかね、自分のペースで伸びてきた感じがしますね。はい、大森も負けておりません。すぐに反撃であります。さあ力があります大森。ライオネスアスカ今トップロープに上がっている。そして大森がジャガーを抱え上げて今下に落とした。そしてどういくのか、エルボーは空振りであります。なるほどね、これはちょうどいいパターンで攻めたんですけどね、うまかったんですけどもね、はい、エルボードロップにはもう絶好のタイミングでした。今度は里野がいった、抑えつけている。ニードロップであります。さあカウントの体勢になった。カウント入る入る入る、あーっと危なかった。ライオネスアスカ危なかった。今ミスターカッカちょっとねカウントを入れるのがね遅れました。最近よく見せております、縦の乗り尾のジャンピングニーパット、高いところに決まっている。再び一回ジャンピングニーパット、ほんと今もう顎まで行きましたね。よくね飛び上がってます、はい、これは今や縦の乗り尾選手の18番になりました。よくああいった技が出ます。しかし今度はなかなか人間風車行きません。ようやく行きました人間風車、大技連発の縦の乗り尾カウント2であります。ライオネスアスカちょっとねタジタジという感じになりました。ご覧ください縦の、ね、今度はレッグドロップ、たまらず元気ないですね。あ、はい、元気がありませんね。したがって講演会のですねクラッシュの皆さんがね、あーっと強敵、妄想敵、あーっと今度はあーっと強烈なもう殴り合いがあります。今度は縦のロリオが妄想敵、いやー場外乱闘であります。さすがにこの辺りライオネスアスカ一日の長があります。場外乱闘でちょっと調子に乗りすぎました。縦の乗りをやられました。もうお客様は女子プロレスのね迫力スピードに満足しきった表情でリング上を見つめております。さあ場外乱闘からまたリング上の対決になりました。縦の乗りを、そしてライオネスアスカ、縦の乗りを選手は先ほど宮本さんからの紹介がありました。16歳でね史上最年少のチャンピオンと言われておりました。ライオネスアスカのキックが飛んで今コーナーに持ってきました。あーっと、そしてパチンパチンと胸元へパンチが飛んだ大森ゆかり。さあ 3AA タッグチャンピオンの貫禄を見せております。この辺り見事なコンビネーション、そして迫力のある攻撃、縦もちょっと危なくなった。踏み込んでどうするか、逆に取って、この辺りはもうどうしようもありません。そしてまた抱え上げます。さあ後ろに落としました。そしてフォールの体勢でカウントが入る、通過、カウント2でこらえました。攻められながら今度は足を相手の首に巻きつけております縦の乗りを。
まあどの選手もやはりあのジャガーにだけはやはりあの神経を使うようですね。さあ足4の字どうでしょうか。足4の字をかけました。縦野であります。あーちょっとね大森ゆかり苦しそうな表情を見せております。相手思わず声を出します。大森ゆかり意外に縦野という人はあの足の力があるのかもわかりませんね。そうですよね、あの悲鳴が上がってますね。スッと逃げてきましたからね、はい、さあここで十分に縦の自分の責任を果たしたところでジャガー横田にタッチであります。今度はマンジに行きました。ジャガージャガーのマンジあーっと危ないと見ましてライオネスアスが出てまいりました。さあ大森今度はコブラツイスト、うん、マンジからコブラへ変幻自在という感じ。ジャガー横田の攻撃であります。懸命にこらえる大森ゆかりちょっと苦しくなった。もうそろそろライオネスアスカにタッチしなくちゃいけませんね。そうですねちょっと長いですね、はい、さあおっと大森バックを取ったあっとそのまま落としました。これは強烈でした。さすがのジャガーたまりません。さあ大森ゆかり反撃に移るか抱え上げます。おっと今は湯打ちましたね。そうですねお腹を打ったボディを打ったそしてレッグドロップ。さあジャガーの動きが止まりました。ここでタッチであります。非常にいいタイミングアスカにタッチいたしました。アスカが登場してまいりました。まずボディースラムであります。あーこれは早かった。これでは決まりません。ジャガー横田反撃の体勢であります。ご覧ください。エビが食べに行くおーっという声が場内から起こりました。さあアスカが行ったーっと空振りに終わりました。アスカどうかジャガーが行ったそのままホールの体勢だ。鮮やかですね。さすがジャガー横田。まあ、この辺があの横田の真骨頂ですね。素晴らしいですね。はい、もうあのこのフライングボディ、まあ、アタック気味のプレスになりましたね、はいはい、そしてどうでしょうか。カウントカウント2でライオネスアスカ懸命に逃れました。しかしジャガーの一方的な攻勢になってまいりました。さあジャガーっとこれはダメだあーっと足が飛んだ。ようやくライオネスアスカジャガーを仕留めて今返す刀でライオネスアスカさあ、あーっと手綱を捕まえたジャイアンツイングが出ました。ジャイアンツイングであります。ここで大森ゆかりにタッチか。大森が出てまいります。今ロープに振った今度は大森が行った。さあ縦の危なくなった。縦の危うしい一本勝負だ。60分一本勝負であります。さあどうするか。あーっと大森が今段ロープまで上がりました。高いところからさあブロックバスターでしょうね。そうでしょうね、はい、ロープバスター強烈であります。今のあれですね。いやーこれは完全に縦の切って取られました。あそこから落ちたんじゃどうしようもありません。大森ゆかりの怪力がなくちゃあの技はちょっと決まりませんね、はい、まあ、あのいつもはですねあの、はい、肩にあの担いだまま落とすんですけどね、はいはい、今日はあのそれ以上にまたボディリフトしましたからね、はい、かなりあの高いあの高さからあの落下してますからね。はい、それでまあ横田もちょうどダメージ受けてあの、ね、コーナーにうずくまってましたからね、はい、しょうがないですね。実にうまいタイミングをですねついたもんですね。大森ゆかりライオネスアスカ見事に縦の乗りを仕留めた一戦でございました。いやしかしねちょっとあの前半は危なかったライオネスアスカそして大森ゆかりでありますが最後は大森ゆかりの大技見事に炸裂いたしました。まだあの後頭部を押さえてますよ縦野のリオが ね。いや本当に迫力満点のタッグマッチを展開してくれました。ジャガー横田縦野のリオそして大森ゆかりライオネスアスカ60分日本勝負でございました、宮本さん、はい、いかがでございましたか。あのなかなかあのアスカ大森ね、はい、やはりあのパワーじゃね大変な力を持ってますね。そうですね、はい、いやそれにいたしましてもね超満員の君津市民体育館ですけどももう満足しきったとそういった表情でお客様今選手を控え室に送っております。依然としてテープが乱れ飛んでおります。場内騒然としておりますがこの辺りでお別れすることにいたします。ごきげんようさようなら。
ロレス、今日は茨城県の土浦市にやってまいりました。近くに霞ヶ浦がございましてね、この辺りはとっても綺麗な景色のところでございます。まあ暑い夏の盛りでございますけどもね、今日の会場は本当にもう超満員でございました。熱戦に次ぐ熱戦にいよいよ会場脇に湧いております。さて、今日の解説でございますけども、いつものように宮本沙織さんでございます。宮本さん、はい。まあ、暑い盛りの、ね、レスリングというのは、まあ、しかしやってる選手もですね、お客様も汗びっしょりで、かえってですね、いつもにない何か迫力みたいなのが出てくるみたいですね。そうですね、やはり、はい、こう熱い戦いというのはね、見てる方も汗びっしょりの、それこ そうです、ね、戦わずしても熱闘ですからね、はい、見るのがね。今日も会場は本当にもう暑いんですけども、私もですね、汗をふきふき一つ手に汗握ってお伝えすることにいたしましょう。今日はこの試合でございます。関東各地を転々中の全日本女子プロレスであります。今夜も超満員、場所は土浦スポーツセンターです。さあ、リング上にファンの女の子たちが登場しておりまして、今選手の入場を待っております。まず山崎樹、そしてその後ろからデビルマサミであります。今日は山崎樹にとっては嬉しい客戦であります。憧れのデビルマサミとコンビを組むことができました山崎樹。そして今日この2人が対戦いたします相手は、さあ音楽が変わりました。今人気最高爆発であります、ライオネスアスカと長与千草。今日もこの会場は選手のバスが到着する2時間3時間前からもう長与千草あるいはライオネスアスカを待ちまして、多くのファンが会場の入り口を取り巻いておりました。さあ今さっそうとそのライオネスアスカ長与千草リング上に登場であります。フジテレビから両チーム、そしてレフリーに対しまして花束が贈られます。土浦スポーツセンターであります。この土浦スポーツセンターは土浦駅のすぐ裏の方にあります。そしてこの近くを桜川が流れておりまして、その桜川の向こうには霞浦が見えるという大変きれいな土浦スポーツセンター。さあ試合の前、ちょっと一瞬場内は静寂を保っております。宇治家リングアナウンサー、これから選手の紹介であります。今日は60分3本勝負タッグマッチ。長与千草、自分のほっぺをピシッとやりました。気合が入っております。そしてライオネスアスカに対しましても多くのテープが流れております。最近はどこの会場もね、本当にあっという間テープの山。さあこの人気コンビを相手にいたします。青コーナーであります。実力をめきめきにつけてまいりました山崎樹。着物風のガウンであります。紫がデビルカラー、オールパチックチャンピオンのデビルマサミ。最近はちょっとヘアスタイルも変わりまして、なんとなく女っぽくなってまいりましたデビルマサミ。ファンも増えております。さあライオネスアスカ長与千草、デビルマサミ、山崎樹、60分3本勝負、レフリーがジミー加山であります。この試合はいろんな意味で見どころいっぱいね、何かワクワクするような感じの宮本さん、タクマッチですね。そうですね、はい、最近珍しいカードですからね、はいはい。まあ山崎がちょうど師匠にあたるね、デビルと一緒にコンビを組むのも久しぶりですからね。そうですよね。まあ、何よりも今日のカードはあれなんですよね、昨年末のタグトーナメントがありましたね、はいはい、あれの決勝戦の再現なんですよね。なるほどなるほど。そういう意味で非常に興味深いわけですよね。はい、タオイバタグトーナメント、今年もまた夏から秋にかけてね、挙行が決定しております全日本女子プロレスであります。さあ今試合が始まりました。
4人の選手たちの目まぐるしい動きが展開されております。超満員、立水の余地もない土浦スポーツセンターであります。本当に熱い盛りのレスリングであります。まあ今オリンピックもね、日本の選手が金メダルを取りまして、ようやくね日本人としては活気が出てまいりました、そうですね、それから8月8日からはね甲子園球場ではね今度は夏の甲子園大会ということになりまして、確か茨城は取り出に行こうだったと思いますがね、さあ試合は長与千草そしてデビル正美、ちょっと長与千草がね動きを見せますと、もうすでにファンの女の子がキャッキャッというね、黄色い声援が飛んでおります。さあ今度は山崎律樹とそして長与千草でやります。長与千草も、このところですね体の方はもう絶好調なんだと、いつもはどこか悪いんですけども、今年の夏は自分が乗ってるせいかあまり怪我も気になりませんということを言ってましたがね。そうですね、体重も62、3キロで、一向に落ちないと言ってますね、はい。動けば動くほど食欲も出て食べられると、本当にやっぱり心身ともに乗ってるんでしょうね。そうでしょうね、ですからテープを巻いたりサポーターを、つけたりしてるんですけども、これは年には年を入れてというか、むしろ怪我をしないようにという注意のためでね、どこが痛いというわけじゃありません、ね、ということをね本当に嬉しそうに言ってました、はい、膝の方もそう悪くないみたいですね、はい。そういった意味では今乗りに乗っておりますクラッシュギャルズ長与千草。さあしかしコーナーに持ってまいりました。タッグマッチのコンビネーションという点ではやはりデビル正美、うまく山崎樹をリードいたしまして1枚上という感じがいたします。デビル正美、今日は積極的にデビルが先陣を切って戦ってますね。そうですね、クラッシュギャルズもですね、はい、昨年末の優勝チームですからね、はいはい、今日はもう言ってみればリターンマッチだけども、そうですね、優勝チームとして ね、負けられないし、恥ずかしくない試合をしたいというデビルとしてはですね、貫禄においてもね、やはりこのクラッシュギャルズには負けたくないでしょう。また山崎樹としてもですね、ライオネスアスカ長与千草というのは同期生という気持ちがね、そうですね、気持ちの上ではあるでしょうから、はい、これはまた負けたくありません、はい。デビルはオールパシフィックチャンピオンね、それ山崎も全日本のチャンピオンですからね、そうチャンピオンチームなんですから ね、はい。そーっと強烈なキックであります。一方のこのクラッシュギャルズは8月の25日後楽園ホールで、待望といいますかね、大試合がありますね。 3AA のタッグチャンピオンチームに挑戦でしょう。 そういった意味ではもうこれから8月の一戦一戦は本当に大切であります。思い切った技ですね今のは。そうですね、はい、今のは逆にやる場合はね、そうそうね、顔面をたきつけるような感じでね、はい、思わずカットするような荒技が出ました。デビル正美、さあライオネスアスカが捕まっております。試合はクラッシュギャルズライオネスアスカ長与千草対デビル正美山崎樹。ライオネスが捕まった。今日は積極的に若い山崎樹をリードいたしまして、デビル正美思い切ってパワフルに引っ張っております。もともとこの人はこういった作戦ではね、なんといっても凄みそして強さを発揮いたします。最近のライオネスと長与千草のですね、タッグ戦でのコンビネーションといいますか、このあたり動きをどういうふうに宮本さんはご覧になってますか。コンビネーション自体はですね、はい、むしろもうちょっと前の方が良かったんじゃないかなという気はするんです。それはどういうところですか。なんて言いますかね、タッグプレーそのものがね、いわゆるタッグプレーをもっと意識してた面があったと思うんですね。なるほど。今はそういう面からちょっと外れて、はい、お互いなんて言いますかね、一人一人がね、いろいろ考えたことをやろうという、だからあんまりタッグそのものっていうのはあんまり意識しなくなってきたんじゃないかなという気がしますね。そうですか、独身中のね世界チャンピオンにもなった山崎さんにつきましてね、今本当に空手のね特訓に次ぐ特訓であります。しかし山崎さんも最近このクラッシュのですね大きな成長を認めております。しかも試合が終わりますとね、10月には何かレコードの方もね、発売、2段目が発売されるということで、最近はレコーディングのスタジオも通ったりしておりまして、本当に忙しい日々を送っているクラッシュギャルズであります。かつてのビューティーペアをね、しのぐような何か日程が組まれているようですね。そうですね、はい、相当にマット以外でもスケジュールはきついみたいですね。そうですよね、はい、しかし若さ、そういったものが逆に励みにつながっております。クラッシュギャルズ政権が出ました。カウンターになってきれいに入っております。山崎が捕まっている。さあエルボーでいった。
そして上からカウントの体勢ですが、山崎も負けておりません。もうとにかくカウントを一つ入れさせるのもね、なんだか嫌だという感じでね、さっとかわしております。まあ本当長代と山崎がぶつかるときはね、本当になんかお互いにね、ライバル執念ね、はい、気迫が違いますよね。こういった関係といいますか、対立があっていいですよね。そうですね、なかなか見ててもね、本当におっとやってるなっていうね、はい、こうファンにアピールしますよね。まあ白線ではね、今クラッシュギャルズはね、2人がコンビを組んでおりますので、山崎一人ではどうしようもありませんが、将来この2人がですね、やはりシングルでもね、大きなベルトを振って争う日が近く来るんじゃないでしょうか。もう本当に近くに来ると思いますよね、はい、そういった意味でね、熱が入ります、力が入ります。長代ちぐさ、そして山崎キョッと抜けた、スポッと抜けた、山崎キックだ、綺麗に決まりました、胸元に決まりました。さあ山崎が追っていきました、ロープをしてあります、思い切ってロープを使いました。あっと長代ちぐさたまらず、今放送席の前であります。あっと思い切って叩きつけます、ライオンサースカ放送席の机に叩きつけました。そして今度は向こう側、お客様の中であります。さあ山崎ゆつき、ちょっと場外戦悔しそう。今度は向こう側、デビルが一挙おります。さあデビルとライオネス、ライオネス後ろを気にしております。場外戦です、場外戦、カウントが続けられます。まあ今ちょうど放送席の前でね、場外戦があったんですけども、何か両ペアの気迫というものがね、こちらにも伝わってくるような、そういった気持ちでしたね。なんかすごい意識してましたからね、あーっと一気にいった、危ない、いやいや山崎一樹、はい、ね、今のはハッといたしました。まあ女子プロレスのマットっていうのはですね、リング下にマットが全然ないわけなんですよね。そうなんですよね、本当にコンクリートなんですよね、はい、非常に飛ぶ方もね、本当に言ってみれば命がかかるんですよね、さあここでデビルマサミ、なんとか決めようというところ、バックブリーカーに行きました。そして山崎がトップロープに上がっている。さあどうするか、このままキックだ、これは強烈なコンビネーションであります。さあちょっとライオネスアスカ危なくなってまいりました。叩きつけてこのままカウントか、強烈にいった、いやブラックバスター鮮やかに決まりました。それにいたしましても山崎一樹、デビルマサミ狙いすましたようなコンビネーションでした。見事、今のは2人は会心だったんですよ。思わず握手してますね、本当にうまいプレーだったですね、はい、見事な一本を取りました。ヨドバシさよなら、さよなら、さあクラッシュギャルズが一本を先取されました。アスカアスカという声が飛んでおります。超満員の土浦スポーツセンター、2本目の開始手また行ったら、今度はどうでしょうか。ちょっとデビルが誤爆しましたね、はい、ねえ、かわされましたね。柳の下に土俵がいませんでした。ついにライオネスアスカのジャイアンツインが出まして、場内からはですね、何か悲鳴というような感じの声が上がっております。さーっとデビルマサミ、ちょっと今山崎ゆつきに助けられました。今度は長代ちぐさが登場しております。デビルマサミ姿勢をぐっと低くいたしました。そうですね、長代がパイルドライバーに行こうとしてるんですけどね、そうですね、さあパイルドライバーの体勢に入ろうという長代、しかしこれを許しません。デビルマサミ、やはり体重の差か、あーっといった、ね、このままいった、行きました、やった、執念のパイルドライバーであります。さあホールの体勢だ、カウントが入るか、カウント2でした。デビルマサミ懸命のブリッジ、もう意識も朦朧としております。よくかわしました。さあ今度はサソリに行くか、サソリに行くか、サソリに行くか、サソリステップオーバーで行った。デビルマサミ、長代ちぐさの18番サソリがダメであります。まあ、マット中央ですからね、ちょっとロープにはね、これはいい位置、さあポジションがいい、渾身の力を込めます。長代ちぐさどうか、いやしかしデビルとしても先輩の意地、簡単にギブアップはできません。がっちりと低い姿勢で、これは入ってますね、もうギシッと入ってますね、はい、がっちりビシッと入っております。サソリがために行っております。さあどうでしょうか、あーっとどうかどうか、あっとなんとかね、デビルマサミこれをかわしました。
さあしかし相当背中を痛めております。今バイオネスアースカイ行った。さあこれは余裕のあるタッチでバックを取った。バックドロップを 逆に切り返して潰しましたね。切り返されましたね、はい、さあ1点いたしまして今度はデビル雅美そして山崎樹のチャンスであります。山崎が今2ランドオープンに上がっている。さあっとこれは早すぎた。ポジションが悪かった。さあクラッシュを今度はクラッシュ空振りであります。お互いに空振りちょっと焦りすぎという感じもいたします。あーっとエンズイギリ行った。山崎倒れました。長い落ち草のエンズイギリ見事に決まりました。山崎倒れました。さああとはライオネス任しておけ。さあコストが出ました。綺麗な空手技が炸裂しております。クラッシュギャルズそしてどうか担ぎ合わせ後ろに落としました。さあホールのチャンスであります。また山崎いつきどうか危ない。そして長与千草が上から行きました。エルボーで行っております。バシッと控えに決まっております。ちょうどまあバックドロップとエルボーがね、ちょうど重なった形になりましたね、はい、そして後ろからこのままホールか完全に決まった。この辺りは完全にクラッシュギャルズ鮮やかであります。一本を返しました。速攻でした。まあ、1本を取られた後2本目はですねやはりクラッシュギャルズの作戦通りというか、そうですね、今決まったみたいですね。ちょうど連携プレーがね、はい、うまくいきましたね。さあ今3本目開始されました。お互いに何かコーナーで作戦を練っておりました。1本1本から決勝3本目に行きました。まず長与千草足を飛ばしました。さあ山崎まださっきのが効いている感じであります。あーっとまた行った。いきなり現場の方も行きましたね。どうでしょうか。今度はさすがにかわされましたが、しかし山崎危ない。もろうとしております。さあ長与千草が思い切って声を出しております。今度はダイビングスアスカトップロープに上がっている。どうか高いところからこれパイロドライバー2人がかりであります。さあこれは山崎体験だ。あーっと今のはあ、ジミーに変えます。取りませんでしたね。反則の、はい、あれですね。やはり2人でやってますんでね、ノーカウントにしたんですね、はい、この辺りはね、さすがジミー加山という感じがいたします。ノーカウント2人攻撃は取りませんでした。今度はクラッシュどうか。カウント2で跳ねのけました。さあ山崎どうか。あーっとまたバックを取った。このままどうか。トリックドロップいった。ここでデビルの登場であります。タッチの非常に間が良かった。あーっとやり空振りであります。デビル雅美満を持して登場。ここはライオネスが十分気をつけなくちゃいけない。バックを取った。バックドロップ。これは思わず首を押さえております。ライオネスアスカ。さあ満を持して登場。何か言っている。このままパイロドライバーのお返しになるか。ライオネスアスカ受けられるか。いった。まともまとも。ほとんど直角であります。さあライオネスアスカカウントどうか。いや今よく跳ね返しましたね。跳ね返しましたね、はい。あのパイロドライバーはもう相当効いてるはずですからね。今長与千草じーっと見ておりました。さあしかしライオネス危なくなった。今度はコブラツイストであります。クラッシュギャルズ危ないピンチを迎えております。さあデビルが満を持してね、構成に続く構成であります。妹分の山崎月が相当痛めつけられました。もう黙っていられません。デビル雅美。さあライオネスの髪の引っ掴んでまた買い上げた。今度はどこに落とすか。あーっと前に落としました。そしてパシーとタッチ気合が入っている。山崎樹お返しが出るかどうかであります。ドープに振った。今のエルボーでいったか、あるいはショルダーか。そして長与千草を捕まえました。さあ汗で滑るが大和田行く。あーっと細い体が後ろに飛んでいる長与千草。強烈な人間風車が決まっております。まあ今の暑い盛りでね、全身汗びっしょりの選手であります。大技はなかなかかかりにくいが、ローリングスパットローリングスパット。さあ大技が出ました。もう一発いっか。マーシゲリが出ました。最近ですね、ローリングスパットマーシゲリというですね、どうやらクラッシュのですねテーマソングができるようですね。ああそうですね、はい。これまた10月発売のですね LP の中には入る予定になっております。今もうねレコーディングに、あるいはベンツ電源のねマットに大活躍を抱えているというクラッシュギャルであります。さあ試合の方はどうなるか。
おっとどうか2人攻撃、これはきれいに決まるか、カウントが入る、危ない、長いチームさん危なかった。さあ山崎月またバックを取っている、バックを取った、バックドロップ、このまま決まるか、ジャーマンスープレックスホールド、カウント2でやります。さあ山崎がお返してやります。そしてデビルマサミがトップを振り上がっている、必殺技が出るか、これはダメ、何かもう自爆です、自爆です、あれが決まってれば問題がありませんでした。さあ山崎一輝は軽く乗った、トカウント入る、決まった、3つ入りました、かろうじてかわした感じでありますが3つ入りました。ジミー加山微妙でした、カウントが3つ入ってしまいました。まあ、あの山崎一輝、はい、跳ね返したかなと思ったんですけどね、はい、しかし長与千草は2つだ、これは納得できません、ジミー加山に猛然と抗議、カウント3つが入ってあったのに今ライオネス・アスカ猛然と抗議、山崎一輝も怒った、何か後味の悪い判定になりました。本当に3つ目微妙でしたね、微妙でしたね、はい、しかしあのデビルと山崎組が見せたですね、はいはい、あの山崎が本当のトップロープ中段ちょうど中間ぐらいですね、トップロープからスッとあの技は珍しい技ですね、はい、いやいやいや、もうね何かあの若い選手もたくさん出ておりまして、ちょっとねライオネス飛鳥としては納得できません。このライオネスを懸命に中の稽古を抑えております。さあ勝負はつきました、3つカウントが入ってしまいました、クラッシュギャルズデビルマサミ山崎月に敗れました。あのクラッシュギャルズとしてはね8月25日アイドル申し上げますが後楽園ホールでクラッシュギャルズにとりましては大切な CWA の初選手権挑戦を控えております。そういった意味では今日のこの60分3本勝負敗戦は何といっても残念、何といっても悔しいでしょう。そうですね、今日まあ勝って弾みをつけたかったんでしょうけどね、はい、しかしな、やっぱりデビル山崎というね、この2人のねタッグプレーっていうのは今日はやっぱりクラッシュを上回ってたということですよね。はい、もうすでに決着はつきました。一つこの、まあ、不満といいますかね、不満にやる方ない気持ちをですねどうか 3AA の大きな選手権に一つぶつけてもらいたいもんでやります。そうですね、まあ、今日の一戦を糧にしてほしいですよね。超満員の土浦スポーツセンターからお送りしてまいりました60分3本勝負ライオネス飛鳥長与千草クラッシュギャルズ対デビルマサミ山崎月の一戦でありますが、今日はこの辺りでお別れすることにいたします。まあ本当にこのね、暑い中超満員のお客様最後まで席を立たずに一生懸命ね声援を送ってくださいました。それではこの辺りでお別れすることにいたします。ご健勝宮本さんありがとうございました。どうもありがとうございました。
選手。そして女子プロレス界初のメキシコからのプロレス留学生をご紹介いたします。まずエステル・モレノ選手。そしてソチ・ハマナ選手。そしてこれよりジャパン女子プロレスリングを誇ります四天王をご紹介いたします。まず女子柔道3年連続日本一神取忍選手。ジャパン女子プロレスの中心ナンシー。そして最後にジャッキー佐藤選手。ありがとうございました。ただいまスマイリーマミ選手とエデンマミ選手に贈られました花束は、東久留米市共同商工会議所から贈られたものでございます。ありがとうございました。ここで選手を代表いたしましてジャッキー佐藤選手から皆様にご挨拶があります。皆さんこんばんは、ジャッキー佐藤です。こんばんは。私とか選手たちは緊張がほぐれずに、緊張したままリーグ上がると思いますけれども、ゴングが鳴れば、力いっぱいのファイトを、皆さんにお見せすると思います。これから、ジャパン女子プロレス、老舗の全日本女子プロレスに、追いつけ追い越せ、選手一同一丸となって頑張りますので、どうか皆さん、長い目で、応援してやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。まもなく試合を開始いたします。お待たせいたしました。青コーナーから伊藤祐樹選手の入場です。赤コーナーからは優山崎選手の入場です。赤コーナー114パウンド、ユー山崎、レフリーチャリート・クルーズ。
あ、そうですね。いいよ、あれ。こっちがいい。やば。5分経過、シンクミヌートス、シンクミヌートス。
10分経過。イエスミルトス。イエスミルトス。10分14秒、回転エリア止め、回転エリア止めで、ユー山崎選手の勝ち。お待たせいたしました。青コーナーからダーティー大和選手の入場です。コーナーからは尾崎真由美選手の入場です。本日の第2試合15分一本勝負を行います。青コーナー117パウンドダーティーヤマト。赤コーナー118パウンド尾崎真由美。
10分経過、DS ミヌートス。残り試合時間2分。ファルタントスミネンダス。ファルタントスミネンダス。14分26秒、回転足折り固め、回転足折り固めで、ダーティー山本選手の勝ちでございます。お待たせいたしました。青コーナーから OK カルホン選手の入場です。バリバリバラバリバリ。
赤コーナーからはフラムマリク。本日の第3試合20分一本勝負を行います。青コーナー180ポンド OK カルホーン。赤コーナー130ポンドプラムマリーゴI'm sorry.
分経過、5分経過、5ミニッツパス、5ミニッツパス。6分55秒、フライングボディプレス、フライングボディプレス、OK カルホン選手の勝ちでございます。赤コーナーからエステルフォルノ風間ルネ組の入場です。本日の第4試合タグマッチ30分一本勝負を行います。
つけください、お気をつけください、お気をつけください、お気をつけください。お気をつけください、お気をつけください。ご自分の席にお戻りください。ご自分の席にお戻りください。5分経過、5分経過、5ミルトス、5ミルトス。
Yeah.
15分経過。ギセミヌトス、ギセミヌトス。17分38秒、片襟固め、片襟固めで、レイナ・ガルゴス、ついに舞妓組の勝ちでございます。リング調整のため10分間の休憩をいただきます。リング調整のためここで10分間の休憩をいただきます。コーナーからはミス A 選手の入場です。